岩崎産業、岩崎産業株式会社、岩崎産業は、鹿児島県を中心に観光、交通事業等を手掛ける岩崎グループの中核企業。1923年、大正12年に、創業者の岩崎洋八郎が、木材加工業として創業したのが始まり、同年9月発生の関東大震災後に、鉄道省へ大量の枕木を納品して、財をなし、昭和初期に、 郵便低送事業と鉱山運営事業に太平洋戦争のさなかに奄美大島での山林経営事業にそれぞれ進出。さらに大戦後には離島でのバス会社設立や鹿児島県内の交通機関運営会社の買収に利、交通事業に進出。1956年の伊武スキ観光ホテル、現伊武スキ岩崎ホテルをきっかけに観光事業にも本格進出し、 現在は観光、交通事業を中心とした企業集団を形成している。グループ全体では45社、従業員、約3000人、売上高は約500億円、2015年3月を誇る。近年では主力の運輸部門での燃料コスト上昇に伴う、採算の悪化、観光需要の低迷、ライバルとの競争の激化などにより、苦しい経営を強いられている。 有利市不採残高は2004年には900億円にも上っていたとされ、この圧縮を目指して、資産売却や不採算事業縮小などのリストラ策を実施するとともに、新規事業分野の開拓による収益の確保などを進めている。また、三代目である岩崎義太郎社長の下では、既存事業分野でのシェア支出などを狙い、国や競合するライバル企業を相手取った。 訴訟の気も辞さない方針で事業を進めている。主な事例として、2007年の鹿児島や福島航路を、めぐるマルグループ、コスモライン社などや折田た船などを相手取った訴訟や、2013年の宇宙航空研究開発機構を相手取った訴訟などが挙げられる。運輸事業においては、子会社の岩崎コーポレーション参加の各社が展開するバス路線の大規模な廃止、 再編を行っており、それと、並行して、天み交通や大隅交通ネットワーク、岩崎バスネットワークなどの解散、整理も行われている。また、海運事業では、三家の鹿児島商船が展開していた鹿児島、種ヶ島航路や、鹿児島や串間航路をめぐって、1丸グループとの争いが展開されていたが、その後、島ルグループとの間で和解がなされ、2012年には、 岩崎、一丸両グループの合弁による、趣旨薬高速線株式会社を新設し、同社が、岩崎側の鹿児島商船、一丸側のコスモラインの2社を吸収するという、再編が行われている。観光、ホテルリゾート事業においては、岩崎ホテルザビエル450、旧、鹿児島林田ホテルや種ヶ島岩崎ホテルの閉鎖、2017年に、 再開など不採算ホテルの閉鎖を行ったほか、低迷していた、佐タ岬観光事業に関して、今後投資をせず、行政に移譲する方針を発表し、1963年、昭和38年に開通した有料道路、佐タ岬ロードパークを2012年に完全に、南大隅町に譲渡している。 2013年11月には岩崎ホテルザビエル450の跡地を最大約20億円を投じ商業施設や美術館など併設する建物を新築する計画が明らかにされている。計画によれば2015年春をめどに着工16年春の開業を予定していたが2017年6月現在も駐車場のままである2006年には 大韓民国の格安航空会社関西航空に転換社債150万ドルを引き受ける形で出資し、鹿児島空港への乗り入れを計画していたが、経営難による同社の2008年10月18日の運航停止によ、事業計画は中断。後に関西航空は他のスポンサーを得て経営を再建し、T-Way 航空として運航を再開したが、 鹿児島への乗り入れは実現していない。また、2008年10月には、現代自動車の大型観光バスユニバースを1台、試験導入し、2009年2月の、ヒュンダイモータージャパンによる正式な発売発表に、先駆けて、自、運行を行っている。発表以降は、ヒュンダイモータージャパンの商用車正規販売店として、岩崎産業貿易部を中心に、 岩崎グループ内での販売活動に加え、主要な交通事業者系、バス事業者にも販売活動を展開している。自らのグループ内、バス事業者に21台を導入し、実際に運行評価を行い、実践することで、九州地区、首都圏、沖縄地区での大手バス事業者に対して、各班活動を行っている。耐震回収の費用や人員不足を理由として、 2017年11月を、めどに、霧島岩崎ホテル、元ホテル、林田温泉を休館予定。伊武スキ岩崎ホテルについても営業を続けながら一部を解体する予定。岩崎産業自身は、グループ全体の統括を担いながら、総合商社として、エネルギー、石油、木材販売事業や、養殖事業などを展開している。 グループの中核企業となるのは岩崎産業と運輸事業部門を主に統括する岩崎コーポレーションホテルゴルフ場事業部門を統括する岩崎ホテルズオペレーションの3社。これらに種類の製造、販売などを担う白露酒造や白露カンパニーなどがそれぞれぶら下がる形をとっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。